ふ本からの長望エビの送信書は、宮崎県エビの市大阿ザ大民市阿ザ六本原に所在する海上自衛隊の送信書である。所長は三島海佐。潜水艦向けの町長,長派送信施設として新設されたものである。エビの市北部の丘陵場にあり、建設に際しては反対運動もあった。1986年にエビの市に開設の打診がなされ、 1991年に完成している。海上自衛隊では潜水艦通信の充実を図り、1980年代初頭より VLF 送信施設の整備を検討していた。56中業にも整備が明記されると重要施策であり、当初は福岡県での建設も検討されたが、最終的にはエビの市に建設された。エビの送信所は、 システム通信隊群中央システム通信隊が管理、運営を行っている。これ以前は日本電信電話の名先送信所を用い長波による対戦水管送信を行っていた。中央システム通信隊では、他に通信施設として、千葉県市原市に市原送信所、旭市に飯岡受信所を運用している。 稼働中の超超波通信施設としては、日本国内唯一のものであり、使用周波数は 22.2kHz、出力 200kW、識別符号やジー。また、電波特性上、アンテナも巨大で、高さ約 160m から約 270m の4機2列、軽8機の鉄塔下にアンテナワイヤーを巡らしたものとなっており、これは日本で最も大きなアンテナとなっている。 ありがとうございます。